どうしたの？いえ、なんだか不思議な気分です。こう騒がしく楽しい気分はこれまで村のお祭りでしか味わったことがありませんでしたから。不思議ってと、スーテラちゃん、グラサイの七不思議に触れちゃう的な？にゃにゃ不思議って何にゃ？あれよ、ラムチョが酔うと数増えるとか。はい、最初の不思議いただきました。まだまだ出てくる的な？あ、あとこの気空弾、なんか王族多くない？それな。第二の不思議いただきました。高貴な人多すぎ問題はマジ深刻っすわ。確かに、この段に関わりのある方を挙げるだけでもかなりの数に。王女様に王子様に、あと王子様の騎士、あと姫的な身分の方とか。つか白竜騎士団とかもだべ。偉い人軒並み来てっけど、国はどうした国はって話だべ。ちゃけば俺らパンピーだし、身分違いすぎて同じ空気吸ってていいのかも疑問的な。言われてみれば、この気空団には不思議なことがたくさんありますね。はあ、そういえば、B 殿は何なんでしょうか？それが、だいぶアンタッチャブルなとこついてるわ、それ。七不思議会議でもわりかしよく議題に上るんすよ。ちゃけばあの人、人？ダン最強のモテポじゃないっすか。だから B さんの正体、俺らも何度か掴もうとしたんだけど、未だ不明。実際わかんないよね。トカゲなのか、ドラゴンなのか。本人はドラゴン言うけども。それな。結局それが結論来ちゃうんすよ。七不思議って言うと七つあるの？他にどんなのがあるわけ？どうしたにゃ？急に黙ると怖いにゃ。いや、あるんすよ。とっておきっつうか、わりかし深刻なのが。ビーラちゃんの生き量問題。生き量？さっきも微妙に触れたんすけど、例えばっすよ。ビーラちゃん、最近キャタリナさんと距離空いてね。わかるわ。もしかして、ビーラちゃん、俺にキャタリナさん譲っ、おお、来たわ。え、何？全然わかんないんだけど。たまにビーラちゃんの話してっと、ビーラちゃんの視線感じるっすよ。それな、マジモンの殺意こもったあれ的な。恨みや恋など、人の強い思念は時に体を離れて思いの向く先に行くと言いますが。それそれそれ、それが生き量。もしかするとあれかもしれないですね。そんだけ強い思いが向けられるってことは、ビーラちゃん俺のことをすっ、おお、ビーは寒くなってきた。アイニャンたち、そこまでビーラちゃんに恨まれるって何したにゃ。まあ心当たりは割かしあるんすけど、あれは確かバレンタインだったかの時。まだだ、まだ行けっから。男の意地見せっから。あといくつよ？23個？
キャタリナさんの手作りチョコ完食いくぜ。おいウィッシャー、俺らキャタリナさんからもらったチョコの完食目指して食ってたんですけど、キャタリナさんのチョコなんかいける。マジだ、なんかいける。ちょ、ベーはこれうめえじゃん。なんかある瞬間を境になんともなくなったことがあったんですよ。で、キャタリナさんのチョコうめえうめえってむさぼってたら、そこにビーラちゃん通りがかって。そんな、まさかお姉様がお料理を？いや、マジ来てますよ。ビーラちゃんもどうすか？ベーはこれ、マジベーは。キャタリナお姉様が初めて成功させたお料理をなぜ、なぜあなたたちだけで食べているんです？私にもおよこしなさい。で、ビーラちゃん言うから一個あげたんすけど。口に入れた瞬間にクッって何とも言えない声出して固まっちゃったんすよね。俺らがキャタリナさんのチョコ食いすぎてハイになってたのが敗因だと思うんすけど。なんかあれな、ビーラちゃんリアクションの取り方一つですっげー葛藤してたな。後になって声かけても話聞いてくんなかったっちゃな。多分あの件未だにおこなんだと思うわ。あとあれ、こないだ野菜で一悶着あったんすよ。ちょ、それ俺初耳だわ。夜中に小腹がペコしたからおやつ作っかと思ってグラサイキッチン行った時な、うん、お、ビーラちゃん野菜とにらめっこすか？ あなたここで何を？いや、なんかおやつ作る作業的な。もしビーラちゃんも小腹がペコならついでに作っちゃいます？いえ、私は結構です。私はお姉様のためにお夜食を作ろうと思って。ああ、キャタリナさん最近ちょっとヤバタン続きでお疲れっすからね。なんならほうれん草持ってあげるといいっすよ。この葉っぱ疲れに効くんで。お姉様はそのお野菜があまりお好きではないようですが。いや、それが細かく刻んでマヨ和えとかちょっと辛みつけてあげるといけるっぽいんすよ。あなた、お姉様にこれをお出ししたのですか？いやー、やっぱ苦手メニューとか減った方がシーメイ食ってて楽しいじゃないですか。で、キャタリナさんの好みと葉っぱの癖から計算して作ってみたんすよ、克服メニュー。したらキャタリナさん意外といけるって喜んでくれて。だからきっと今なら大丈夫っすよ。そうですか。いやー、俺も伊達にグラサイキッチン任されてないっすね。団員の味覚にマジパーフェクトな理解を示す俺さすがだな的な。あなたがお姉様の好みをマジパーフェクトに理解？それは面白い冗談ですね。ちょ、
いや、確かにビーラちゃんの前でキャタリナさんのこと分かってる発言は空気読めてなかったわ。で、俺これ完璧に刺されたわーってマジ死を覚悟した的な場面になったわけよ。と思ったら、アドバイスありがとうございます。このお野菜少し混ぜてみますね。お、お、お、ちょ待てローワイ、おめえの言ってることピクチリ理解不能的な。どうか。悪い、ちゃけば俺も頭こんがらマッチョだわ。まとめると、ザベッタビーラちゃんに刺されたと思ったら、実は刺されてなくて、その後一緒におやつ作ったって次第。それからっすかね、ビーラちゃんの。あ、視線感じるっつうか。どこにいても殺意感じるっつうか。何言ってるのかわからないけど、ローアイ君がビーラちゃんの激凛に触れたことはわかった。それな、なんでこんなことになってんのかと思ったら、元凶てめえかこら。俺もまさか生き量つくほどビーラちゃんが激横フニュングインフェルノしてると思ってねえし、でもまあなんかこう俺らが気にしすぎ的なところはあると思うんすよ。それこそ毎日妄想しすぎて妄想が実体を持ってしまった的な。ちょま、何よ今の。なんかすっげえ呼ばれてる気がしたんだけど。外、何が起きてんのよ的な。魔物でしょうか。私見てまいります。私も行く。せっかくの懇親会に水刺されて黙ってられるもんですか。嫌な予感がするにゃ。何よあれ。いや、魔物じゃね。つか、なんかあの魔物ビーラちゃん混ざってね。べえけど、どうしちまったんよビーラちゃん。なんか悪いもんでも食った？あ、悪いものというか、町の建物を食らっています。ちょっとビーラちゃん、何してるの。あれはおそらくビーラ殿ではありません。知ってんのかスーテラちゃん。森人の間に伝わる書物で読んだことが、古のからくりは人の想念を砕いてやがて形をなすと。古のからくりってお前、それまさかあれか、キャタピラさん事件の。きっとあれはビーラ殿の体を離れた思念が古代の機械に取り込まれたもの。あれはチャラを殺すためだけに生まれた機械、最終チャラを虐殺機関メカサイコビーラです。もしかして古代の機械に触った時になんかありしてビーラちゃんにも影響出ちまった的なやつか。そういうノリかよ。ベーナ、この状況。チャラ男って俺らのこと？どんだけビーラちゃんに嫌われてんのよ俺ら。ううん、私にはむしろ
悲しんでるように見えるにゃ。じゃあそこ詳しく。だってアイニャを憎む気持ちはカタリンを好きな気持ちの裏返しにゃ。カタリンを好きならそれだけ感じていたいにゃ。そこに誰かを憎む気持ちなんて混じってほしくないにゃ。間違いねえわ。そりゃ俺らに向けた憎悪的なやつを体から追い出したくもなるっつうか。つまりあれはヴィーラ殿がカタリナ殿を思う気持ち、ヴィーラ殿の女子の力の暴走。姉様は力の扱いを間違えればこうなるということを知っていて、私に女子の力をつけさせようとこの会を。ってことは何？もしかしてあれ倒せばヴィーラちゃんはちった気持ち楽になんの？しゃ、じゃやること決まったな。暴走した女子力は俺らの男気で何とかしてやろうじゃないの。森人スーテラもお供いたします。私も行くわ。あれを放っておいてハッピーエンドも何もありゃしないって感じだし。私も恋に苦しむビーラニャンを放っておくことはできないにゃ。しゃ行くぜダチコ。オッケー。俺たちが忘れさせてやるぜ俺たちのこと。女子の力の暴走、ローアインドの男気を高めるのです。